こんにちは、アレキンチャンネルです。今回ですね、チコちゃんに叱られたフィギュアマストをまた第2弾を出ました。パチ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 。はい、第1弾目の時に、はい、こっちのラインナップ、これ第1弾ですね。またまたがつけてない。はい、この時にアレキンは、はい、このかわいいフィギュアのかわいいチコちゃんとキョエちゃんを、あ、ごめんなさい、をゲットしました。かわいいでしょう。はい、これですね。はい、じゃじゃーん、かわいい。で、次、今回はじゃじゃーん、お、これ、これね、またと、はい、ということで、今回をこれがチコちゃんです。欲しいか、これですね。そうなのよねーという、こっちでも、こっちもいいんですね。行ってみな。そう、今回はこれが欲しいんだけども、で、1回目やった時に、じゃじゃーん、あれ、なんと、これ黄色い、黄色いと、これ白いと白、これもまた当たっちゃったんですよ、最初に。最初頃はこっちだったで、うわー、やばい、チコちゃん欲しかったのに、また恐竜ちゃんか。ということで、またもう1回やってみて、これなんか、ピンクだから、多分チコちゃんです。ということで、今回も同じ、同じで、はい、ちょっとペアでゲットしました。じゃあ、どんなペアかを見てみましょうか。はい。じゃあ、まず、キョエちゃんのところを開けてみます。ねえ、本当になんで、こういうチコちゃんの運が、まず、必ずキョエちゃんで、当たったか。はい、ほら、やっぱりですね。おー、はい、じゃじゃーん、はい、手紙です。これ、あ、5歳って書いてねと、あ、ごめんなさい、5歳に書いてねというコメントです。はい、これね、これ第1弾第2弾、あ、やっぱり第2弾の方アリチン好きだな。キョエちゃんの顔、これですね。なんか、ほら、お、ちゃんとハガキの、郵便番号、郵便のところは、あ、郵便番号の書いてるところ、ちゃんと書いてね、5歳で。ここだと第1弾の時に怒ってるっぽいに見える。キャーキャー、バカバカと言ってるからね。こっちの方が、はい、手紙でーす。お、いいねー。では、じゃあ、はい、これですね。じゃあ、チコちゃんは、今回はどんなチコちゃんをゲットしてるしようかなと思って。早速、ここですね。パタイ。1、2、3。はい、じゃじゃーん。はい、じゃじゃーん。何人がゲット、お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 。チコです。やったー、はー、おいしいです。やったー、ほら、チコです。かわいいじゃない。はい、これで、じゃじゃーん、あ、これで、お、いいですね。やっぱり、あー、今回第2弾は全部いいですね。チコです。元気なチコちゃん、これちょっとかわいらしい、恥ずかしいという、この時に5歳ですよね。チコ、永遠の5歳です。これはもう、はい、チコでーす。いいですね。はい。じゃじゃーん。お、かわいい。お、はい。じゃあ、以上です。アリチンチャンネルでした。今回は、チコちゃんの、また叱られた。フィギュアマストの第2弾です。はい、欲しかったチコチコですが、手にゲットしましたので、よかったです。また、今回もおまけに。はい、キョエちゃんのもゲットしました。はい、チャンネル登録お願いします。またね、バイバーイ。